ん、こんにちは。はじめまして。私はインダと申します。私はインドネシアから来ました。今、日本に住んでいますので、私はインドネシア人として、日本人の皆さんにインドネシアのことを何でもシェアしたいと思いますので、このビデオを作りました。じゃあ、皆さん、私のビデオを楽しく見てください。皆さん、手で食べ方の文化を持っているインドネシア人のことを知ってますか？もしかしたら皆さんはその食べ方を見たことがありますか？じゃあ今回私はこのビデオでその食べ方を見せたいと思います。でもその前に私は簡単な料理を作りますね。じゃあ待ってくださいね。私はインドネシア的なオムレツを作りたいと思います。作り方は卵に塩コショウとケチャップマニスを入れるだけです。ケチャップマニスはインドネシアの甘い調理用ソースです。作り方は簡単なので皆さんもぜひ作ってみてください。私が作った料理できました。これは私が作ったシンプルなインドネシアの料理です。ご飯、野菜炒め、オムレツ。これは作らないんですが、サンバルと言います。手を洗う水、コボカンと言います。じゃあ、これから私はインドネシア人の手で食べ方を自然的に見せたいと思います。皆さんはよく見てくださいね。インドネシア人は一皿でご飯に野菜とおかずをよくのせます。皆さん、ところで私は食べる前に手を洗いましたね。はい、こんな感じです。美味しそうですね。小房間なんですが、パラン料理のレストランなどのような手で食べる機会があるところは、手を洗う水という小房間を準備するはずです。小房間の中に普通水だけじゃなくて半分に切ってあるすだちも入ってます。いい匂いすだちは臭い匂いを取ることができると考えられます。皆さん、インドネシア人はだいたい辛くてスパイシーの味が好きですよ。私もそうです。ですから、スパイシーが好きなインドネシア人は、ご飯と一緒にサンバルをよく食べます。基本的にサンバルは、唐辛子、赤玉ねぎ、ニンニク、塩、砂糖、トマト、トラシというエビ箱食品から作られている辛いソースです。サンバルを作るときに、人の好みによってスパイシーのレベルは違いますよ。私にとってサンバルは辛くても本当に美味しいですよ。皆さんもぜひ食べてみてください。インドネシア人は実は普通にスプーンとフォークで食べます。ただ手で食べる時もあります。それからお箸で麺を食べるインドネシア人は多いですよ。食べ終わった後に小房間で少し手を洗います。最後にまた流し台で手を洗いましょう。美味しかったです。お腹がいっぱいですよ、私は。じゃあ、みなさんは手で食べ方のビデオを見ましたね。どう思いますか？確かに面白いでしょ？みなさんもインドネシアに旅行したら、ぜひ手で食べてみてください。特にパラ料理のレストランで、手で食べる機会があるはずですよ。じゃあ、また他のビデオで会いましょう。じゃあまた。terima kasih。